はい、こんにちは。今日はこちらの中学生のお手本です。こちらね、書いていこうと思います。こけしは、東北地方が生んだっていうこの1行目からいきますけれども、結構きつくなりやすいです。これ、ここですね。この1行目の頭の部分、一文字分開ける感じなんですが、ちょっときつくなりやすいのであまり開けすぎない方がいいかもしれないですね。じゃあこの辺から、まずひらがなが来るので、この両端少し開けるようにしましょう。そこもね。で、このくらいでいいかな。こけしは、はい、ちょっと大きくできますね。今日使ってるのは 0.5 ですね。ちょっとこう大きくなりやすそうな場合、少し細めにしましょうね。私ね、もっと細くても好きなんですけど、まあこれぐらいでいきましょうか。東北、こちらにこうギュッと来て、1、2、2つのつながりで、こちらからこう来たら次です。ギュッと当てて、ギュッと来ます。ギューッと、こちらはだんだん強くなるような感じで引き返してください。でそこから少し下から行きます。下から次上がって、次は下がったらもう一度上がりますけど、こちらに払った先からスッとこちらに持ってこれるといいですね。でこう来たら次上です。もう先のこと考えてますよ。こう来といて、こういう動き、ここちょっと分かりづらいですよね。こっから本来だったらこうやって上がってこうになる、この部分をこう来たらこうしといて、ちょっと大げさに書くとこういう感じです。ここになんか隙間ができるようにふにゃっていう、こういう感じで、ここはね来てますよね。でこれもう一つ同じような動きが続きます。東北地方、地方の地ですね。土辺、下から上がって頭出しておいて、またストンと下がってこう来ますけど、ここ通過したらすぐにこちらにこういう動きに変わります。ここね、こう膨らみますよね。ここはこちらの場合はこう下から、もう一回書くと、こっちからこういう動き、こちらはね、だけどここを過ぎたら今度はこっち、こういう動き、これがね、ここ一つなぎというか、こうすぐにこうやって入ってくるので、そこ切り返しをうまくやっていってください。でまた北の時と一緒ですね。ちょっとこういう感じで、ここの部分ね、よく見ておきましょう。そして東北地方、方です。真ん中の線に乗っけて、下、ここ下からグワーンっていう感じでやってきます。その時に左が長くなるようにしましょう。だからね、ここを横に移動しちゃうと上がってこれないので、下に必ず行って、それでここ通過したらこう止めちゃっていいです。右側はこうあんまり頑張らなくていいので、ここでいいですよ。そしたら次こうテロンっていう感じでここね入ってください。そしたらこう上に行きますね。でここにぶつけるような感じで、こういうラインで持ってきて、ギュッと、早くてこうちょっと鋭いような感じですね。ここが生んだ、が生んだ、ぴったりかな。が生むという字ですけれども、こちらがスッと来てギュッ、こちら向きにこう来てギュッと上がってください。そしてちょっと右寄りです。右寄りに来て、今度こちら出て、こちらあまり出ない、今度こちら出なくてこっちが出るような感じ、こんな感じにして、ここからほら、ここ跳ね返してすぐにギュッと来て、
こっち向きに行けるといいですね、これね。はい、たです。こうしてスッとで跳ね返したような感じでこうですね、うんだ、誇るべき文化財である、誇るべき、ごんべんです。これは上からいきましょう。ドン、2、3、4、5、6、7で8、ここは縦ライン9で10、横に引くような感じですね。引っ張って引っ張ってだんだん強くっていう感じで10ですね。11、12、次キュッとして短く上がっといて、今度こういう風にきます。こっから大きく角度大きく跳ねるような感じですね。誇る、ここ2行目がね結構きつくなりそうなので小さめに行きます。ちょっと詰め気味で、誇るべき文化財である、入るかな、どうかな。このあたりから下の方をね気にするようにします、うん、ちょっと詰め気味で行きますね。こう文化の文、下から先ほどもありましたね、こうに上がってきて短く、何と一緒だった、これか、方っていう字と一緒ですね。そしてこれ、ここから結構やりがちなのはこの辺から次三角目入っちゃうんですけど、意外と左です。左にこうあまり下にシャーっていくわけではなくて、どちらかというとこう左に行ったら上にこう持ってきてすぐに返してくるようなです。ドン、そうするとなんか左にこっち見てるような感じの字になりますよね。で文化、ここから飛んでこちらに来ます。こうしといてまたこういう感じで財という字に入るときちょっと下げておきます。そして短めです、なぜかっていうと次がこうに来たいんですよ。こう上にね、こうにここかなり空いてますよね。トントン、こちらからギュッ、そしてスッと来てトンで、こちらがこうですね。ちょっと傾きがあってこっちからスッとで、あるで、ある、うん、人間性にってまでここまで入れちゃうんですけど、もうギリギリ人という字を広げ気味にして人、でも小さく見せたくないじゃないですか、こう大きくね、やっぱ伸びやかには見せたい、狭いけど人間の弦とかこういう時はちょっとこう広がり目にしてあげるといいです。台形っぽい感じ、やっぱ下がね広いと安定感が出ますからね。生という字、トントントン上がっていきます。で生まれるっていう字がちょうど隣にありますけど、これここね立ててキュッとこちらこうしたらさっきのちぐはぐしたようなこういう感じで持ってきて2ですね。あーギリギリです。直結した、これ最後ちょっと開けて終わりにしたいですね、下ね。だからこれもあんまり大きくならないようにしたいんです。直結の直いきます。こうしてここからスッと来てこう、横の線って結構ねこう省略ってわけじゃないですけど、ここからピシッと入らなくていいです。スッとスッと来て引いたつもりみたいな
トントンでキュッ。そうしたら結構左の方から打ち込むような感じでこう来て、これ入れ替えてこうにやってますけど、まあこれでいいでしょうね。ケツ1、2、これ1個目大きいですよね。ここ大きくしといてトントントンっていう感じにしてください。トン、ここがこうして 1、2、3、 最後がちょっと下がってくると終わるよっていうのが分かりますね。下、素朴な、ちょっと大きくなっちゃったかな、素朴、これもね、1、頭を出しといて、ここは同じぐらいかなっていうぐらい、結構ここ長くすると間抜けな感じになっちゃうので、で左をしっかり出すようなイメージにしておきましょう。これもね、ほらこっち長いでしょ、だけどこっちあんまり長くないんですよ。でここからまた糸こうしておいて、これも足長すぎなくていいので、こうしてトン、近くですね。次遠くで、この点とかのこの角度とか見ておくといいですね。で右側の方がこれやっぱり大きくなって、徐々に力を強く入れていくっていうところもやってください。で素朴の僕ですね、こういうところもちゃんと徐々に強くなってるっていうところをね見ましょう。素朴な、最後表情芸術といきます。表情芸術綺麗ですよ、ここね。1、2、先ほど言ったように頭は出したいんだけど、ここあんまり出しすぎない。次左左ってどんどん出ていきます。こうして左出てキュッと、そしてここからこういうラインですね。ここは長さをよく見てみましょう。左こうにだんだん出ていくけど、ここはほとんど変わらないぐらいな感じですよね。そして次はここからちょっと丸く湾曲させるような感じで、次こういう風に大きくて角度も大きいですよね。これ上にピョンっていうんじゃなくてグワーンっていう、そういう感じにしておいて、次こっからこうぶつからないんです。これぶつからないようにこうに、こっちをねちゃんとできてればこれぶつからないでできると思うので、でそしたら次はこんな感じです。浮いてるような感じですよね。こっちの方が重たいですよ。ここが重たくなる部分、こちらは少し空いてる部分、こういう感じですね。はい、情熱の情、1、2、3、先ほども出てきましたね、これね、こうにして膨らませてあげることで作りの方を大きく開けてあげることができます。こうして頭、今回これ多いですよね、ここの部分ね、こういうので、トントン、これは、左側あんま頑張りすぎるとこっち辺にぶつかってしまうので、そこだけ注意して、あとこの月っていうのもこの横の部分あまり頑張らないことで、下に向かって少し膨らむぐらいな感じで持ってくると優しい、逆じゃない、台形ですよね。さで、芸術1、2、3ってきたら4、これもこちらから5ってきて、左長くて右があんまりないですよね。5ってきたらこれが6、7、次術、こっからこう、こうしてトントン、あ、点だ、1、2、3、4、5、6、こうきてトントン、こうして、ちょっと下がね、もう本当もうちょっと開けるはずだったんですけど、あんまり開かなかったですね。あ、でもこれでも大丈夫か。で中3でいきます。
はい、今回はこちらの同じようなところがたくさん出てきますけど、この左左左ってこうやって行くところ、これね、これ難しいですよね。でもすごくよく使います。こっちを出してこっちあまり出さずにいて、ここの部分とか大きく跳ねるんだよっていうところと、こことぶつからないようになってるっていう、こうすれ違うようなこういうライン、これをね大事に書いてください。はい、頑張ってください。